3年連続で全国大会に出場した鹿児島市の桜ヶ丘中学校吹奏楽部、3年生にとっては最後の定期演奏会がこのほど開かれました。演奏会に込められた部員の思いを取材しました。日曜の午後、鹿児島市で開かれた吹奏楽の演奏会。緊張しながらも目を輝かせる生徒たちの姿がありました。長い間待ち焦がれた舞台の幕がいよいよ上がります。桜ヶ丘中学校吹奏楽部は3年生は8人、部員は総勢37人と吹奏楽部にしては少ない人数ですが、ダイナミックなサウンドが持ち味です。顧問である坂下武美教諭のもと、独特な練習法で力を伸ばし、吹奏楽の全国大会である全日本吹奏楽コンクールに去年まで3年連続で出場。一昨年には金賞も受賞しました。今年は坂下先生が定年前最後の年ということもあり、先生のためにも4年連続の全国大会出場を目指していた中、新型コロナで全ての大会が中止に。自分たちの代でも頑張ろうって思ってたんですけど、そういう知らせを、まずそれに挑戦することもできなかったので、すごく悔しかったです。気持ちが沈む中、目標を定期演奏会に変え、最後の年に悔いを残さないよう練習を重ねてきました。迎えた演奏会当日、生徒たちは朝早くから集まり、部のキャッチフレーズ「夢を響かせる」と書かれた T シャツに鉢巻きを巻いて気合を入れていました。すごく緊張はしているんですけれども、このまた大きな舞台で演奏できるっていうのがすごく楽しみで、ワクワクしてます。自分たちと坂下先生にとって最後の定期演奏会になるので、しっかり自分たちにとっていい思い出になるようにしたいなって思います。演奏だけでなく、観客を楽しませる演出にもこだわり、念入りにリハーサルをした後は束の間の昼休憩です。本番を前に互いに鼓舞し合う3年生。この緊張感が漂う中、みんなで過ごす時間も今日が最後です。楽しくしようという気持ちの方が多いです。感謝の気持ちと、団結力をみんなに伝えたいです。自分たちに今できる最高の演奏をちゃんと客席に届けられるようにしたいなと思っています。検温や入場者数を制限するなど、新型コロナ対策も徹底しました。そして、掛け声で気持ちを一つにし、いよいよ幕が上がります。吹奏楽のきれいな音色、そして心のこもった演奏が会場いっぱいに響きます。演目にもこだわった今回の演奏会。部活紹介を兼ねた元気な行進に、坂下先生とともに今年度で定年退職を迎える米森校長の指揮による演奏。小学生や西紫原中学校、
神村学園の吹奏楽部も加わった合同演奏と盛りだくさんです。楽しい演出もあり、大盛り上がりでステージは進み、鳴り止まない拍手の中、桜ヶ丘中学校吹奏楽部の定期演奏会は幕を閉じました。ようやく今日この本番が迎えられてよかったなっていうふうに思ってます。もう私は昨日からちょっと泣いてしまってて、準備をしている段階からですね、はい、そうですね、成長したなっていうちょっと思いました。幕が降りた舞台では涙を流す生徒の姿が。3年生が桜ヶ丘中学校吹奏楽部として大きな舞台で演奏するのはこれが最後。全員の胸に寂しさが募ります。いろいろ混ざっててぐちゃぐちゃなんですけれども、自分なりに音楽を楽しんでできたので、それが見に来てくださった皆様に伝わっていればもっと嬉しいです。坂下先生と3年生全員で一緒に演奏できたことは自分にとって一生の宝物になったと思います。定期演奏会でみんなで卒業するっていうことができました。もう100点満点ですね、素晴らしい演奏だったと、桜ヶ丘中学校らしい演奏だったと思います。桜ヶ丘中吹奏楽部で経験したことをやっぱ高校、それから大学、大人になってもずっと多分覚えてると思います。そういう素敵な大人になってまた会いたいなと思います。最後の定期演奏会を終え、それぞれの道へと進む3年生。最高の思い出を胸に新たな一歩を踏み出します。